のな、アルクエイド。めまいも消えたんだし、そのいかにも俺が悪いって顔はもうやめてくれ。そもそも、あの時はああでもしないと傷が開いたんだろ、お前。あれは言葉のあや。あんな兵士ぐらい何とでもできたわ。そんなことよりあなたの体よ。昨日の話ちゃんと覚えてる？目を使いすぎるなって話だろ。わかってる。俺だって廃人にはなりたくない。次からは気をつける。はぁ、鈍感にも程がある。あなたに危機感を植え付けるのは難儀そうね。ま、一番身近にして最高級の死に慣れているんだから、それも当然か。ほんと、どうしてやろうかしら。一度思いっきり怖がらせてあげましょうか。最高級の恐怖なら、お前に追いかけられた時のでお腹いっぱいだよ。この目が危険だってことも、言われなくともわかってる。さっきのだって、いつもならめまいは起こさなかった。あれは、単に。単に、何？単に、歩き尽くしで疲れていただけだ。お前は平気だろうけど、人間は疲れるんだよ。2時間歩きっぱなしだと。それならいいけど、四季ってたまに自分を客観視しすぎてない？その魔眼のせいで自分嫌いになってるとか？いや、自分が嫌いになれたら、目のことで悩んだりはしないだろう。言っておくけど、俺は自分のことも周りのことも、やけになって見たことは一度もないよ。そうなんだ。ちょっと意外。それに、この目だってそんなに悪いことばかりでもないし、裸眼でいると色々と不都合があるけど、食欲が薄れるのは手間が省けて楽だよ。もともと小食だから相性はいいと思う。魔眼による食欲の減少と持って生まれた消化機能の関係は私にはわからないけど。ああ、いや、ごめん。今のは冗談というか、本気で取られると恥ずかしいというかですね。真面目な話よ。あなたの目は後天的なものと言っていたけど、それは現れるのが遅かっただけの話かもしれない。現れるのが遅かっただけ？ええ、超能力は突然変異体だけど、それにだって誕生する土壌が必要なの。四季のような目を持つ先祖はいなかったとしても、似通った目を持った親はいたかもしれない。魔術師は知識と身体回路を子供に移植するけど、あなたのような異能は後輩による遺伝子だけで伝わっていって、覚醒遺伝として現れる場合が多いから。後輩による遺伝子、つまり親父から？というよりあなたの一族全体の話ね。家系の中であなただけ特別という考え方の方が不自然よ。あなたに異能があるのなら、あなたの家系全てが特別と考えるべき。四季の家族ってそういう人たちなんじゃないの？でも忠告は受け取っておく。ありがとう、アルクエイド。何？いきなりかしこまって。私、あなたにとって嫌な話をしたと思うんだけど。嫌な話じゃなかったよ。全部俺の体を気遣ってくれてのことだったからさ。今日の学校での事前調査だって俺に無理させたくなかったんだろ。お前だって昼間は辛いのに。だからありがとう。ここまでされてやっと気がつくあたり、
お礼を言える立場でもないけど。でもそういうアルクエイドはどうなんだ。腹の傷本当に塞がってるんだろうな。そっちはちゃんと塞がってるけど、なんで？いや、さっき調子悪そうだったから。何もされてないのに苦しそうだったというか、イライラしていたというか。四季？いや、なんだこれ。なんだろう、なんか濡れてる。それ変だな。痛くもないし傷も開いてないのに胸から血が滲んでる。ああ、さっきのやつの爪がかすっていたとか。痛みはないんだし、血もこれしか滲んでこないみたいだし、気にする必要は。アルクエイド。おい、アルクエイド。どうした？やっぱり傷が痛んで。アルクエイド。しき。違う。私そんなこと思ってない。どうしたんだよ。変だぞお前。体まだ回復してないんじゃないのか。そうね、ちょっと無理しすぎたみたい。だから私帰るね。ああ、まあどうせ今夜はこれでおしまいだって言ってたけど。うん、また明日ここで待ってる。